皆さん、こんばんは。エリコです。今日は、ポッドキャストで使った言葉を使って皆さんとお話ししていこうと思っています。えっ、ー、と、アンケートありますので、もしよかったらアンケートに答えてください。アンケートは、今回ね、使う言葉のファミレスです。ファミレスによく行きますかというものです。 えー、皆さん、ファミレス行ったことがある人とない人がまずいると思うし、よく行く人とあんまり行かない人がいると思うんですね。私は実はファミレス、最近はあまり行ってないです。そうですね。多分、最後に行ったのは2ヶ月ぐらい前かもしれません。もし出かけて行ったり、 友達と会う約束があったら、ちょっと時間がありますよね。その時にちょっと入ってコーヒーを、コーヒーを飲んで、ケーキを食べるとかするんですけれども。はい。あ、皆さん、こんばんは。行ったことがありません。行ったことないですかうん。どんなものか想像できますかどういうタイプのもので、どんな感じのこう店内、店の中のインテリアとか、何時くらいから。 何時ぐらいまでお店が開いてるかとか知ってますかどうなんでしょうね。あの私がポッドキャストの中で紹介していたドラマの中でもよくファミレスのシーンは出てくるんですね。だから皆さんドラマを通して日本のファミレスっていうのを知ったという人もいるかなと思うんです。ちょっとレストランとも違うし、あの ファストフードレストラン、まあ、例えばあのハンバーガーショップのようなものとも違うんですよね。その間にあるものなんですね。あ、あ皆さん、こんばんは。いらっしゃいませ。<laughs> そうなんです。なので、ちょっとどんな感じなのかなっていうのを簡単に説明していきたいと思いますね。では、あのそうですね、まずシェアファイルしましょう。 今日はね、ファミレスと、ちなみに、と味気ない。実は、味気ないを私はよく使うし、私の周りの人も味気ないを使うんですけど、味気ないっていうのも間違いじゃないです。まず、一つ目のこのファミレスですね。ポッドキャストでも簡単に言いましたけれども、このファミリーレストランを短くして、ファミレスになっています。 私もファミリーレストランって言ったらとても長いので、いつもファミレスって言ってると思います。うん、はい、えー、コメントありがとうございます。聞いたこともないです。それでどんな風かわかりません。あ、そっか、あの動画とか写真とか用意すればよかったですね、えー。簡単に説明すると、まあファミリーって言ってるから一応家族連れがターゲットなんです。だから。 お父さん、お母さん、子供とかおじいちゃん、おばあちゃんとかが一緒に来てみんなが楽しむことができるレストランなんですね。で気,軽にまあ、気軽に気楽に利用できるっていうことでそんなに値段は高くないです。うん、そしてほとんどのファミレスがチェーン店です。なので同じ名前のお店が全国のあちこちにあります。そして 営業時間が長いです営業時間が長いので私が知っている近くのファミレスだったらだいたい12時とかあとは午前2時まで空いているところがあります。だから夜突然お腹が空いたとか友達と会おうと思った時にファミレスで会ってご飯を食べたりとかおやつを食べたりとかすることも でできるんですねだから家族だけじゃないですねあの。ポッドキャストでも言ったんですけれどもカップルがご飯食べに行ったりとか友達や、えー、と仕事の仲間同僚とかと一緒に行くことも多いです。うん、もちろん土曜日日曜日だったら家族で来る人も多いかなと思います。 場所によりますよね。<laughs> 学校の近くだったらやっぱり学生が多いと思うし、あの、オフィス街、会社がいっぱいある地域だったら会社員がいっぱい来ると思うんですね。うん、さて、ちょっと想像できますか、ファミレス。<laughs> 多分、ドラマね、ポッドキャストの中でいくつか紹介したドラマがあると思うんですけど、 その中のほとんどでファミレスって出てきてます。なので、ぜひぜひ <laughs> あのドラマを見ながらファミレスってこんな感じかって <laughs> ちょっと理解してみてください。では、まず例文ですね。友達との待ち合わせでよくファミレスを使う。私もよくこれするんです。<laughs> 特に冬、寒いときとか、 夏の暑い時に外で待つってね、大変ですよね。だからもうファミレスの中で待ち合わせしよう、そこでもお茶一緒に飲もう、お話ししようっていう時もあります。はい。うん、はい、こんばんは。はじめましてかな、はい。そうなんですよね。だからファミレスってとっても便利な場所ですね。そしてもう一つの例文が。 深夜にお腹が空いたら近くのファミレスに行く <laughs> 私も時々あります深夜にねもうスーパーも閉まっているし <laughs> 普通のレストランはだいたい9時とか10時に終わってしまうのでその後ファミレスが空いてたら絶対選びますねうん、はい、そうですねうん日本にいたらファミレス であちこちにあると思います。田舎にもあるし、都会にもあるし、うんだから多分見つかると思いますあの。Google マップでファミレスとかファミリーレストランってタイプすると、近くのファミレスをいくつか教えてくれると思います。うんぜひ行ってみてください,、はい。さて、皆さんに質問です。一つ目は、 ファミレスに行ったことがある人はどんなメニューが好きですか行ったことがない人はどんなメニューがあると嬉しいですか、うん、ちょっと想像してみてください。だいたいファミレスって何でもあります。ポッドキャストで言いましたけど、洋食もあるし、和食もあるし、あの飲み物もいろいろあるし、デザートもあるし、 お店によってはアルコール出しているところもあります。多分アルコール出しているところ多いと思います、うんえーと。ファミレスのキッチンが一番おいしいですね。キッチンっていう名前ですかファミレスのキッチンというところがあるんでしょうか。うん、あとねあの、ファミレスって、うん、何かこう特別メニューを作ってるんですね。 いつもあるメニューはレ、えっ、ー、とね、グランドメニューっていうのかな。これは一年中いつでも同じメニューなんですけれども、例えば春だったらいちごのメニューをたくさん出してますとか、あとは今月はアジア料理をたくさん特集していますって言って、季節ごとの特別な料理も作っていたりします。それを 楽しいなと思うので、私もよく行きますね。特にデザート、<laughs> この季節はあのチョコレートをたくさん使ったデザート出してます。とか、そういう時期があるんですね。うんはい、ありがとうございます。私は外国人だから和食食べてみたいなあ。いいですね。私もよく食べるものがあって、それは？お寿司と。 お蕎麦のセットとか <laughs> お寿司とうどんのセットです。うん。はい、ラーメンがありますか？あります。あります。ラーメンもちろんあります。私も時々食べますけど。でもファミレスでラーメンってあまり食べたことがないかもしれません。うどんは時々食べますけど。 ラーメンってラーメン屋さんがあるから、ラーメン食べたいときはそっちに行く人が多いのかもしれませんね、うん。でも、ラーメンもあるし、麺類全部あると思います。私は麺類が大好きなんですけど、ラーメン、そうめん、えっと、うどん、そば、スパゲティ。うん、何でしたっけあの、あれ、何て言うのかな春雨 春雨って分かりますかえっとね、豆で作った麺です。<laughs> 春雨。春雨は、んだろうな、グリーン、グリーンビーンヌードルなのかな豆の麺があるんですけど、それで作った焼きそばみたいなものも、あれ、名前なんだっけちょっと今、 忘れちゃった。ど忘れしちゃった。ど忘れするってわかりますかうん。ど忘れするっていう言葉は、知っているんだけど、今出てこない。今だけ忘れていることを、ど忘れするっていうんです、うんそう。名前知ってるんですよ。あ、ビーフンかな。ビーフン。<laughs> そうです。焼きビーフンですね。うん、日本でも、 オートバックアウトバックというファミレスありますか私多分どこかで見たことがあると思います。でもほとんど見ないですね。どこで見たんだろう日本だった気もします。何が、どんなメニューがありますかハンバーグですか日本のファミレスのほとんどが、えー、とメニューのメインがハンバーグとか あとはパスタとかスパゲティですねスパゲティピザっていう洋食なんですよねただあの和風ファミレスもたくさんありますそこはさっき言ったようにお寿司とかあのうどんとかとはなんていうのかな牛丼とか海鮮丼とかご飯がメインになったメニューを出しているんですねだから お店にもいろんなタイプがあります。ハンバーグ専門のファミレスとか、うん、和食専門のファミレスとか、あとあのイタリア料理、皆さん知ってるかなガストっていう、すごく安くておいしいイタリア料理のファミレスがあるんですね。そこだったらイタリア料理専門のファミレスですね。うん。 大体この3つかな。洋食、和食、イタリア料理。<laughs> 他にもあるかな。ステーキ、ステーキが専門のファミレスもありますね。うん。音楽ってあるのかなちょっと調べてみますね。なんとなく、見たことあるんですよ、このロゴでも、どこで見たのかな日本じゃなかったら、うん。可能性は、えー。ステーキですよね。ステーキハウスですよね。 ありますね。うんうんうん。はい、あります。日本にもあります。でも私の家の近くにはないですね。大阪とかにはあるみたいですね。行ったことありますか美味しいんですか行ってみようかな <laughs>。あと、さっき言いましたけど、デザートとか飲み物も充実しているんですね。充実する。 充実しているっていうのは、ここの場合では、えーと、たくさんあるとか、豊富にあるっていう意味ですね充。充実する。満足するとか、たくさんあるっていう意味です。うんだから飲み物も充実してます。だから私、いつもご飯を食べて <laughs>、コーヒー飲んで、ケーキを食べて <laughs>、帰りますね。 皆さんはどううでしょうか、うん、さあ、ファミレスによく行きますかのアンケートですけど、NO の,の人が79%で多いんですね。イエスの人が21%。少ないですね。そっか、何があったら嬉しいかっていうの、ちょっと想像しにくいかな。私がファミレスでよく食べるのって <laughs>、よく夜中に行くとき、深夜に行くときは、 フライドポテト食べるんですよ。皆さん、フライドポテト好きですか私はね、フライドポテト嫌いな人に会ったことがないんですけど、<laughs> うん、フライドポテト食べたりうーん、あとはティラミスが好きなんですね。なので、コーヒーとティラミスをよく注文します。はい、コメントありがとうございます。えっと、おすすめの人気ファミレスはありますか うーん私が好きなファミレス。まあ、特にこれってないんですけど、どこに行ってるかなあガストかな。あさっき言ったイタリア料理のファミレスはサイゼリアですね。サイゼリアもいいですね。うん、多分サイゼリアこれが多分イタリア料理。 のファミレスですガストは洋食和食何でもありますね。私よくガストに行くのはあちこちにあるからです。<laughs> 近くにいっぱいあるんですよ、うん。ガストは多分皆さん日本に来たらロゴがいっぱい <laughs> 見えると思いますよ、えー。ありがとうございます、ジームさん。定食がありますか何がおすすめですか定食あります。もちろんあります。 あのよく冬になると、私は鍋と、ちっちゃい鍋、一人用の鍋とな、なんだろうな、鍋のセット、頼んでますね。それに鍋にうどんを入れて、うどん好きを作ったりとかしてます。さっき言ったように、あのお寿司とそばとか、あと海鮮丼って分かりますか海鮮丼。海鮮丼は ご飯の上にいろいろな刺身が乗っているものですね。マグロとかハマチとか刺身を乗せている丼。これと、あのー、サラダとそばとかそういう定食があって私は結構好きですね。うん一つだけじゃなくていろいろ食べられるのでセットメニューですね、定食は。セットメニューはね、うん、私も大好きです。 うんまあ、さっき言ったあのサイゼリア、イタリア料理のファミレスなんですけれども、よく外国人の方が日本に来てサイゼリアに行ってびっくりするっていう YouTube の <laughs> ビデオがいっぱいあるんですよ。皆さん、ちょっと見てみてください、サイゼリアのビデオ。何がすごいって、まあ、もちろんメニューもいっぱいあるんですよ、種類が。そして 安いんですよであのもちろんワインとかもあるんですねアルコールもあるしでみんなで頼んでもとても安いので最後レシートで値段を確認してみんながびっくりするっていう <laughs> そういう YouTube の動画がたくさんあります皆さんもぜひ見てみてください私はねちょっと恥ずかしくてレポートとかしたことないんですけれども <laughs> たくさんの人がねあの日本のファミレスの こうレポート動画食レポってかかりますか食レポっていうのは食事をしているところをレポートする説明することを食レポって言いますなので食レポ動画っていうのはいっぱいありますねこう食べてわーすごいこんなになんかたくさんあるとかこんなにふわふわしてるとか甘いとか <laughs> みんな <laughs> 上手に食レポしてますけど 私ちょっと恥ずかしいですね。<laughs> みんなおいしいって言ってるけど、本当においしいかなとか思っちゃいますしね。さあ、皆さん、ファミレスのお気に入りメニュー、ないですか行ったことがある人が今ちょっと少ないみたいですから、自分の好きなメニュー、なんですかこれは絶対欲しいっていうの。うん コメントありがとうございます。先生のビデオよく見ているんです。本当にありがとうございます。あ、今日先に失礼いたします。はい、じゃあまた来てください。アーカイブでまた後で見てくださいね。はい。そうなんですね。ファミリーレストラン、いろんなものがあるので、ぜひ皆さんあのドラマで見てみて、ああこんな感じかって分かったら日本で食べに行ってみてください。はい。それでは次行きますね。 あーとごめんなさい。ちなみにです。ちなみに、使い方は前に述べたこと、言ったことに対して、それに関係する情報を付け足すときに使います。だから、何か言って、それにプラスして、同じ内容ですね、うん。さらに詳しい情報とかを言っていくときに使います。例えば、 明日の会議は9時からです。ちなみに、会議資料はメールで送付しています。これ、会議に関係するさらな,さらなる情報ですね。ということで、こんな風に、ちなみにを使って自己紹介をしてください。例えば、私の趣味は散歩です。ちなみに、一日、 5キロ歩いていますこれ私じゃないですよ <laughs> 例文ですよ <laughs> 本当に歩いてないです5キロも歩けないですね毎日皆さんはどうですか何でもいいので好きなものとかあの自分の情報をプラスしてちなみに <laughs> の文章を作ってみてください ああシンガポールにはサイゼリアがあります。行ったことがあります。おどうでしたか気に入りましたか何食べましたかおサイゼリア、私もねあの、行くと必ずティラミス食べてます。<laughs> はい、あと、何かなちなみに私は、 えっと、あドラマの話しますね。このポッドキャストはドラマとナポリタンっていうタイトルだったので、ドラマのことをいくつかお話ししてましたで前。前回、今回、<laughs> このポッドキャストでは坂本雄二さんの作品をいくつか紹介したんですけど、他にも私は大好きな作家さんがいて、脚本家の方がいて、えっと、工藤勘九郎さん。 工藤勘九郎さん工藤九郎さんもすごく有名な方なんですが、ニックネームがあって、カタカナでクドカンって皆さんこう、インターネットで書いたりしますね。工藤勘九郎さん、短くしてクドカン。<laughs> 私は工藤勘九郎さんのドラマが大好きで、よく見ているんですけれども、例えば私は、 工藤勘九郎さんのドラマが好きです。ちなみに、俺の家の話が一番好きです。これも皆さんにすごくおすすめのドラマです。俺の家の話。ぜひ見てみてください。これは多分去年かな一昨年かな多分去年のドラマだったので、古いドラマじゃないんですね。一応コロナ禍。 コロナの中撮影したのであのマスクが出てきたりとかして結構、うん、辛い時期を皆さん思い出しちゃうかもしれませんがとても感動的なお話です。基本的に工藤勘九郎さんはコメディを書いてます。<laughs> だからすごく笑えます。だけど泣いちゃうんですよ。この俺の家の話は親子とか、うん、家族の物語なんですが面白いけど なんか泣いちゃうんですね、感動して。絶対に見てみてください。はい、はい、ありがとうございます、えーっと。ちなみに私は時々山に行くのが好きです。あ、何か前の文章は <laughs> ありますか山登りが好きですとか、散歩が好きですとか、運動が好きです。ちなみに私は時々山に行くのが好きです。もういいですね。 うん、例えば自然が好きです、うん。ちなみに時々山に行きます。とかあとは私はダンスが好きです、うん。ちなみにサルサを5年ぐらい習っていました。今ちょっと習ってないしダンスパーティーとか行ってないんですけれどもでもダンス大好きです。皆さんはどうでですすかかダンス好きですか 趣味は何ですか？勉強ですか？<laughs> 日本語の勉強ですか？いや、私は勉強好きです。ちなみに日本語の勉強も好きです。うん、日本語楽しいですよね。<laughs> まあ、大変だっていう人もたくさんいると思うし、私も日本語はすごく大変な。うん、言語だなと思うんです。けれどもすごく面白いと思います。 はい、えっ、ー、と、これは、ナムクワン・タオさん。パスタとか食べました。料理が安いと思いますかな。安いと思います。そうですね、パスタ。うん、確かにパスタ、私も食べたことあります。安いですよね。多分これ、この間、ちょっとサイゼリアの話をレッスンでして調べたら、多分四400円とか500円ぐらいなんですよね。多分 ピザもパスタも多分500円以下なんですよ。皆さんびっくりしませんか <laughs> 今いろんな会社が値上げしてますよね。値上げ OK ですか値上げは値段を上げることです。値上げ、あ、ごめんなさい、間違っちゃった。<laughs> 値上げ、値上げですね。こっちです。 値段を上げることが値上げなんですが、この値上げをしているレストランが多いんですけれども、多分サイゼリアって1円だけ値上げしたと思うんですよ、プラス1円だけ。だけど、他は全然あのまだ安い料金で提供しているのですごいなと思います。嬉しいですよね。うん 気軽に入ることができますね学生さんでもね、行けるしたくさんの人と行っても私おごるよって言えますね。<laughs> 高いレストランに行ったら私がおごりますっていうのはちょっとドキドキしますよね。<laughs> いくらかなって思いますけれどもサイゼリヤだったらなんか安心ですね。うん、あとはね、何があるかな皆さん趣味言ってちなみに。 もっとうーん、もっと詳しいとか、具体的な情報を言う、何か作ってみてください。例えば、何があるかなそうですね。私はヨガが好きです。うん、毎晩寝る前にヨガをしています。なんかこれもちょっと嘘つきました。<laughs> 毎晩やってないですけど、毎晩ストレッチ、運動はしてます。ストレッチは気持ちいいですよね。皆さんどうですか運動していますか、うん、趣味が運動っていう人も多いと思うんですね。走るとか、ジムに行くとか、週に何回ジムに行くとか、あったら文章を作ってみてください。はい、ありがとうございます。私の趣味は写真を撮ることです。 ちなみに鳥の写真、も撮るのが好きでで、はい、いいですすすはいいいねね、うん、写真そうです、ね、私も写真撮るのすごく好きで、あの学生の頃すすごいたくさん撮ってたんですよ。でもデジタルカメラじゃなくて、フィルムで撮ってたから、すごいたくさん増えて、<laughs> もう今、全部捨てちゃったんですけれども、たくさん、私は人の写真を撮ってました。 うん、私の趣味は写真撮影でした。ちなみに人を撮るのが大好きでした。うん、今はね、携帯電話で私の鳥居を撮ってますね。<laughs> そうですね、鳥の写真って結構難しいと思うんですけど、ズームレンズとか大きいこう <laughs> レンズを使うとか、あと鳥って飛んでいくので、止まってないですよね、ずっと。 なので、結構待たないといけないと思うんですけど、難しいですよね。うん、ちなみに、いいですね。使えてますね。何があるかなちなみに。うん。あ、私は、だいたい5年に1回くらいパソコンを買い替えます。買い替えます、うん。ちなみに、このパソコンは <laughs>、 今年買いました。うんでも、あまり気に入ってないです。<laughs> そうなんですよね。前のパソコンがすごく良かったので、前のパソコンの方がいいなと思ってます。でも、ちょっと壊れちゃったので、新しいものを買ったんですけれども、そうちなみに、前のパソコンよりちょっと高いものを買ったんですけれども、あまり気に入ってないんですね。うん皆さんはどうですかパソコン。 買うとき何年に1回ぐらい買い替えてますか？買、はい替えるオッケーですか？買い替えるですね。もちろんあのパソコンだけじゃなくて、いろいろな電気製品を買い替えるタイミングってありますよね。私今日あの家族と冷蔵庫を見に行ったんですね。冷蔵庫って皆さん大体何年ぐらい使えると思いますか？ <laughs> これちょっとびっくりしたんですけど、えーね、多分ん20年ぐらい使ってるらしいんですね私の <laughs> 両親がだから20年も使えるんですねと思ってちょっとびっくりしましたパソコンは5年ぐらいとか、まあ、皆さん大体5年から8年ぐらい使うのかなだけど冷蔵庫って20年も使えるんですよ <laughs> すごいですよね <laughs> うん 人間だったら生まれて0歳から20歳ですよ。20年ですよ。<laughs> 大人になりますね。<laughs> はい、えー。ありがとうございます。フィルムの写真は面白いですね。私はデジカメだけで撮っていました。そう、私が <laughs> 写真を撮り始めた時って10代だったんですけど、その時デジカメってまだそんなに今みたいによくなかったですね。多分あったと思うけど、 あんんまり綺麗じゃなかかったんですよ、うん、だからフィルムの方がまだ綺麗だったからフィルムを使ってましたね。うん、ちょっとこうノストラジックな感じしませんかフィルムって。また今人気が出ているそうですね。フィルムカメラとか。うん、フィルムの,あの使い捨てカメラって分かりますか皆さん使い捨てカメラ。 あの、使い捨てカメラ。日本では、富士フ,フィルムが昔出していた、まあ、今も出してます。<laughs> すいません。今も人気なんですけど、使い捨てカメラで映るんですっていう商品があったんですね。今も同じ色かわからないですけれども、緑色のパッケージで,で、写真を撮って、それを写真屋さん、現像するところに持っていくと、 まあ紙のプリントで出してくれるですね。で、そのカメラはもう1回しか使えないですね。使い捨てなので。いくらぐらいかな多分ん2000円ぐらいで売ってると思うんですね。フィルムとセットで。あれが私の学生の時すごく流行ったんですけど、また最近流行り始めていって、今の高校生が、あ、これ懐かしいって言って使ってるそうです。うん えー、ありがとうございます私はスマホが5年買い替えない、えー5年。5年買い替えないってことですねあ。でもスマホってそのぐらいですよね、えー。どのぐらいなんですか、皆さん。スマホの替え時。スマホの替え時。替え時は変えるタイミングってことです。うん、替え時とか。 いつですか私は何年かな、私はあのちょっとね <laughs>、よくないんですけど、お風呂でポッドキャストを聞いたり、えっと、ドラマを見たりするので、よくお風呂の中に落としてしまって、水の中、お湯の中に入っちゃうんですよ。そして壊してよく買い替えるので、古くないけど、買い替えなければいけない時が多いです。だから 前の携帯電話って多分半年くらいしか使わなかったんですよ。よくお風呂であの動画を見ていて、2回ぐらい落としたかな。<laughs> それで全然使えなくなったので、もし使えるんだったら私は壊れるまで使います、うんうん。パソコンもそうですね。ちょっと調子が悪いなとか、ちょっと壊れてるなって思ったら買います。皆さんどうですか 壊れるまでで使わないですか <laughs> 私はあんまり電気製品とか車とかに興味がないので使えたらいい <laughs> 動いたらいいと思ってるんですよ、うん、だからかもしれません皆さんはどうですか買い替える時期って大体決まってますか、うん、はいえっと 私は今、ニコンの一眼レフカメラで撮っています。ああ、いいですね。ライトルームとフォトショップで写真を現像しています。あ現像っていうのかなこれ、加工なのかな <laughs> 現像っていうとこう、昔のフィルムのね、液の中に入れて出すって感じがするんですけれども。うんそうですよね。今、フィルムを使う人ってほとんどいないし。 お金かかるんですよね、フィルムカメラって。もちろん、カメラも高いですけれども、フィルムも毎回毎回買って、現像するのもお金がかかるし、<laughs> 紙が増えるし、うん。編集ですね。そうですね、加工編集って言ってるかもしれません。加工を編集。うん、で、いいと思います。はい、そうですね。さあ、皆さんもね、後で自己紹介。 ちなみにを使って自己紹介あこれいいなというものがあったら是非後で書いてくださいそれでは次行きましょう味気ない味気ないどちらでも OK ですけれども私は味気ないを使ってます、うん、私の周りもほとんど皆さん味気ない経営の方を使ってますので皆さんも、うん、こっちを使った方が通じやすいかな うん、テレビを見ていてもドラマでも味気ないって言ってますね。意味が面白みや魅力がなくてつまらないということです。だからつまらないっていう意味でこの味っていう漢字が入っていてもちろんあの食べ物の味について味気ないも言うんですけれども味以外のものにも使います。例えば 料理を作っても、一人で食べるのは味気ない。これ、雰囲気が一人だったら寂しい、つまらないってことですねみんなでた、えー。みんなで食べると楽しいけど、一人で食べるのはつまらないという意味です。もう一つが、パーティーがあっという間に終わって味気ない。これは、ああ、面白くない、つまらないという意味ですね。さて、皆さん。 味気ない。最近味気ないと思うことはありましたかもちろん味の話でも OK ですよ。うん、ああ、もうちょっといろいろ入ってほしい、入っててほしい、これだけとか、<laughs> つまらないとか、味が少ないっていう時も使いますね。うん、さて、どうでしょうか。私が味気ないと思ったのは、うーんあんまりないん <laughs> ですけど、ちょっと作りました。 例文を。例えばあ、さっきラーメンの話出てきましたね。ラーメンってお店によっていろいろトッピングありますよね。卵、ネギ、メンマ、チャーシューとか。でも、ラーメンのトッピングがネギだけでは味気ない。味気ない。うん、ちょっとつまらない。とか、物足りない。っていう感じかな。あとは、 映画でククライマックスが味気なかった映画とかドラマって一応クライマックスありますよね。ここが一番みんながドキドキするところだけどそれがあんまり、うん、ドキドキしなかった。面白くなかった。でドラマは味気なかった。こんな風にも使います。皆さん何かありますかこれは味気ない。という不満ですよね。 うん何があるかな味気ない。でも雰囲気とか食べ物によく使うかな私は。はい、ありがとうございます。えー、と最近新しい仕事はストレスかなストレスがあるので出勤するのは味気ない。出勤すること会社に行くことがつまらないうーん仕事。仕事が味気ないってことですかね。 うん、仕事が面白くないってことですよね。うん、はい。えっ、ー、と、私は壊れるまでスマホを買い替えないかな、うん。壊れるまで買い替えないってことですよね。壊れたら買い替えるってことですよね。私と一緒ですよね。多分。うん、壊れたら買い替える。そうですよね。もったいないですよね。使えるものは。 最後までで使いたいた <laughs> すよね、うん、スマホですね。皆さん、スマホですよ。短いです。スマホ。3つのカタカナです。うん、あのスマートフォンってあんまりね、言わないですね。長いから。<laughs> でも、全部書くとしたら、スマートフォンか、時々、スマート本って書いてある。 うんところもあるかな、た多分全部書くとしたら、ふうちっちゃいおう、うんって書いてますね、スマートフォン。うんそうなんです、これ、日本語では、フォーの音を、ほで書くものもあるし、フォーで書くものもあります。例えばあの、メンバーの人は小説のクラス見てくださっていると思うんですけれども、プラットフォームってありますよね。 駅の、まあ、待つところですね、駅で電車を待つところ、プラットフォームって言いますが、プラットフォームでもいいし、プラットフォームでもどちらでも、うん、日本では使っています。だから、たぶん、 えとね、木更泉さんの「夕べのカレー明日のパン」の小説の中ではプラットフォーム、配イへ、ヘホの方を使ってました。なので、私はほってあの書いてるんですけれども、私が個人的に友達にこうメッセージするときは、フォーム、フォームって書いてます。皆さん、好きな方を選んでくださいね。はい、えー ありがとうございます。せっかく一緒に旅行に行くのに、ずっと仕事のかな仕事の対応をするのは味気ない。<laughs> なるほどね。これは私がですかそれとも、そのもう一人の人かなもう一人の人がずっと仕事を対応しているので、味気ないってことかなどっちでしょうかうんでもそうですね。もし一緒に行ったのに、私はねえねえ楽しいねって言って、 隣を見たらパソコンをずっと <laughs> 使ってたら味気ないですよね。うん、はいありがとうございます。スマホは2年過ぎなら問題起こるんですね。そうなんですか ?2 年ぐらいで壊れるもんですかそうなんですか <laughs> 結構簡単に壊れるんですね。え、みんなどうなんですか iPhone とかってみんな長い間使ってると思ったんですけど、 私はあの今使ってるのはソニーのものなんですけど、何年目かな、1年半ぐらい使ってると思うんですが、全然壊れてないですよ。<laughs> どうなんでしょう、メーカーとかにもよるのかな、スペックにもよると思うんですよね。うん、よく使う人とあまり使わない人もいると思いますし、うん、2年で壊れるのちょっと早いですよね。うん 2年ごとに買い替えるっていうのもちょっとね、お金かかりますよね。今、携帯電話って高くなってきましたよね。10万円とかするものいっぱいありますよね。うんはい、さて、皆さんどうですかいろいろあると思いますけれども、味気ないこと、例えばあのお弁当、唐 <laughs> 揚げ弁当って買ったことあるんですけど、 唐揚げとご飯しか入ってなかったことがあって、え、これってすごく味気ないと思いました。もっとサラダとか、あの、ね、お漬物とか、もうちょっといろんなおかず入れてほしいなと思って、唐揚げ弁当って <laughs>、唐揚げと白いご飯だけって、うん、いや、これは味気ないと思いました。もちろん唐揚げ好きなんですけど、お弁当って、 で小さい箱にいろいろ入ってるから楽しいと思うんですね、私は。みなさん、どうですかお弁当大好きですか私、お弁当大好きなんですよね <laughs>、うん。お弁当が味気ない。あと何があるかな味気ない。面白くない。つまらない。うん、例えば、さっきのね、一緒に旅行に行ったのに、あの一人が。 仕事のことばっかりやってるからつまらないの味気ないだったら、例えば話しかけてるのに、あの私がいろいろ話しているのに、相手の返事は味気ない。これも OK ですね。例えば、いろいろ話しているのに、返事が、うん、そうだね、うん、うん、そうだねって言われたら、味気ない返事っていうふうに使うことができますね。味気ない人 <laughs>、味気ない返事、味気ない対応。 対応、OK ですか対応。はい。え、ありがとうございます。私は、えー、の、n o あ、ノキアの普通の携帯電話を持っています。もう10年以上です。10年以上まだスマホがいらないです。ノキアでって私も持ってました。多分ね、日本ではもうノキアって買えないんですよ。日本で売ってないんですよ。 なぜかな私が多分、タイ、バンコクに住んでたときに、ノキアを買ったんですよね。すごいかわいいあ。なんていうのかな。ブラックベリーみたいな、<laughs> こういう四角い感じのものでした。あれ、10年、<laughs> 10年ってすごくないですか <laughs> 全然問題ないですか写真は撮れるんですか撮れますよね。でもデータがたくさん入らない。 ですよね、スマホ確かにスマホを持ってない人とかスマホを持ちたくない人も最近はいると思うんですね。なぜかというとさっきのいつもパソコンで対応する <laughs> 人みたいにプライベートの時間もああメールが来たとかああ仕事の電話が来たとかいつもこうリラックスできないからもうスマホは持ちたくないっていう人も多いみたいですね。 さあ、皆さんはどうですか <laughs> でも、10年は初めて聞きました。すごいな。<laughs> はい、えーあ。ありがとうございます。あの、ゆうべのカレー、明日のパンの岩井さんですね。岩井さんが結婚しても味気ない。まあ、岩井さんと結婚したら味気ないですか私。岩井さん、すごい、昨日も言いましたけど、大好きですよね。あのキャラは、すごく魅力的で、 私は飽きないと思うんです。つまらない人だと思わなかったんですけど。<laughs> そうですか。Y さんと結婚したら味気ないかな。えっ、ー、と、はい。お塩、そそはんさんかな。壊れることまではないですけど、バッテリーが、ああ、そうですね。バッテリーを変えなきゃいけなくなりますね。2年ぐらいになら、2年ぐらいになったらかな。 危ないですすそうなんででかねでも確かに昔の携帯電話ってバッテリーをね変えてくださいってよく言われたけどバッテリーが高いんですよね多分1万円ぐらいした気がします、うん、そうですねはい <laughs> さっきの携帯電話ですね、えー、バディックさん写真があまり撮れないですカメラが悪すぎますそうですよねカカカカク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  ななっっていいる映像になっちゃいますよねビデオは撮れないのかな昔の携帯電話ってビデオ撮れましたかどうだったかなちょっとだけ撮れた気がしますね。長いビデオは撮れないですよね。うんそうか、皆さん、頑張って使ってますね。うん私はスマートフォンも多分4年かな ?4 年か5年ぐらい。パソコンは5年使いたい <laughs>。っていう感じ。 ですねうん、どん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 いいもの新しいものスペックが高いものが出てくるのでやっぱりお店に行くと「あいいな」とか「かっこいい形」とか「使いやすい大きさ」とかありますよね、うん。スマートフォン皆さんどのサイズが好きですか大きめが好きですか小さめが好きですか 私は結構手が大きいんですよ。大きいですよね。<laughs> なので、小さいスマートフォンがあまり好きじゃないんですよ。よく落とすんです。さっきも言いましたけど、お風呂の中に落とすのも多分それが理由だと思います。だから、ちょっと大きくて重いものの方が安心なんですね。そう皆さん、どうですかスマートフォン。 大きい方が好きですか小さい方が好きですか、うん、小さい方がなんか軽いし <laughs>、うん、持ち運ぶ時に便利っていう時もありました。でも最近またゲームをしたり私はよく漫画も読むんですね。スマートフォンで漫画を読む時小さいスマートフォンだと読みにくいですよね。 だからやっぱり、うん、私のスマートフォンもね、こう、このサイズなんですね。このぐらい。結構大きい。横に広いんですよ。ソニーのスマートフォンって長いんです。<laughs> 大きいというか長いんですね。なぜかというと、これはね、ソニーってもちろんテレビが有名ですよね。ビデオを見るためとかゲームをするために横に長いそうです。うん。 確かに、うん、動画とか見るときは見やすいかなと思います。ただ、どうかな私はゲームをしないので、そんなに、うん、スペックの高いスマートフォンを使ってないんですが、ゲームをする人はね、結構高いパソコンとかスマホを使ってますよね。皆さんはどうですか、はい、味気ないって思うこと最近ないですか 味気ない。まあ、ネガティブなことだから <laughs>、ない方がいいですね。そう。あと、何があるかな味気ない。私あの、テーブルマジックが好きなんですね。マジック。マジシャンの。テーブルマジックってだいたいトランプを使ったり、コインを使ったりするものなんですけど、時々、あ,のあれこれ、私知ってるな <laughs> あまり。 すごいっていうものじゃないときにお、結構味気ない <laughs> マジックだなって思うときはあります。実は私、マジック大好きであの、結構プロの人のマジックを見に行ったりとか、テレビでは絶対見るし、あのそうですねあの、誕生日とかになったら、お金を払ってプロのマジシャンにパーティーに来てもらうんですよ。皆さんもこれ、もし好きだったらやってみてください。盛り上がりますよ。 パーーティーにマジシャンを呼ぶって、うん、そうなんですマジック <laughs> 私はマジックねすごい好きだから練習したんですけど不器用不器用って分かりますかあの上手にできない小さいこととかあの細かいことが苦手なのでやっぱりトリックがすぐみんなに見えてしまうから諦めたんですマジック大好きですよ そして、ありがとうございます。実はスマホの写真の質があまり好きじゃないです。一番安い一眼レフの一眼レフカメラの写真の方がいいと思います。時に入り大きな画面で見たら。あそうですね。あの今、カメラとかスマホで撮った写真をこういうディスプレイ、パソコンのディスプレイで見る,見るとあんまり綺麗じゃないときありますよね。 うんそうか、スマホの写真はね、そうですね。私はいつもあんまり大きい画面で写真を見てないので、あんまり綺麗な写真、画素数かな、画素数を高くしてないと思います。画素数ですね。画素数はあのこの、どっドットドットドット <laughs> 数です。 うん、よく画素数はカメラとか、あとは、えー、テレビでも使ってますね。画素数が高い、低いで使います。うん。そうですね。はい、皆さんね、また後で思いついたら、いろいろな、この、これだけじゃないですね。えっ、ー、と、ちなみにとか、あと、ファミレスで食べたいものとか、あとでコメントのところに書いてください。 ファミレスに1回行ってみてあ,あれが良かったとか <laughs> あれが美味しかったっていうのがあったらぜひおすすめも教えてください。うん、私はねおすすめはデザートかな。<laughs> はい、そして、えー、と最後にお知らせです。えー、レッスン予約はえり、ー、こ塾 .com のこちらのウェブサイトの方からお願いします。このチャンネルをまだ登録してないって方はこの。 チャンネルをぜひ登録して、そして、このベルのマークをクリックしてください。このベルのマークをクリックして、新しい動画ができたよとか、今ライブ配信してるよっていうお知らせを受け取ることができます。そして、今、えー、とメンバーシップの話を少ししたんですけれども、メンバーシップは、 毎月490円でいつでもキャンセルできるのであの、もしよかったら入ってみてください。メンバーの方だけが参加できるとか見られる動画を作っています。でこの動画の下に、英語は Join かな。Join がメンバーになるっていう日本語で書いてあるボタンがあると思います。もしなかったら、下の概要欄のところにメンバーになる方法について。 リンクが貼ってありますので、そちらの方から見てみてください。ね、ここをクリックしてください,、はい。それでは、今日も皆さん、日曜日の夜、来てくださってありがとうございました。あ、あデイビッドさん、ありがとうございます。<laughs> はい、いいですね。あ、コメントありがとうございます。会話、ごめんなさい。 会話を上手になるためめおす,すめということを案内してほしてんですあ会話が上手になるために、それはネイティブの人といっぱい話すこととドラマを見ることですね。あのポッドキャストでもいくつかあの私のおすすめドラマを紹介していますけれども、ぜひぜひドラマを見てください。<laughs> もちろん楽しいですし。 あの、勉強にもなるし、こういう時にこういうフレーズを使うんだなとか、こういう時にこの言葉を使ったら自然なのかなってわかります。教科書だけでは、やっぱりわかるけど、どうやって使うどこで使う誰に使うっていうのがあまりはっきりわからないことが多いと思うので、皆さん、ぜひドラマをいっぱい見てみてください。そして、あの、 私のレッスンももちろん受けてくださったら嬉しいんですけれども、ネイティブの、日本語ネイティブのお友達を作るとか、Language Exchange の多分プラットフォームとか、うんとアプリとか探して、そこであのいろいろお話ししたりとか、テキストメッセージをやり取りしたりとか、うんするのもいいと思います。あと もし住んでいるところにミートアップのグループがあったら、ミートアップに参加するのもいいかもしれません。以前も少し話したことあるんですけど、皆さんミートアップご存知ですかミートアップっていうのはコミュニティを作る、作って皆さんグループでいろいろ活動するんですね。例えば、 まあもちろん私が参加するミートアップはダンスとか、その言語交換、ラングイッチエクスチェンジとかなんですけれども、ヨガのミートアップグループもあるし、もちろん一緒に旅行するミートアップグループもあるんですね。で皆さん、ちょっとミートアップって検索して、自分の街でどんなグループがどんな活動をしているか見てみてください。多分その中に日本語ミートアップグループがあるかもしれません。うん ちょっとね、大きい町にしかあんまりないみたいなので、住んでいるところによってはうーんグループがないかもしれませんが、ぜひぜひ、こういったみんな同じ目的を持って集まるところに行くっていうのもこうモチベーションが上がると思うので、ぜひ行ってみてください。はい、それでは今日はね夜遅くまで皆さんありがとうございました。それではまた次の動画で お会いしましょう。ではまた。失礼します。